魔人ハンター、魔人ハンターレイチェル、双子の妹の消息をたどるため、彼女は一人ドウォークの総員を目指す。忍び寄る魔人の気配を感じながら。なるほどね、今日はこの子の話ね。じゃあ行ってみましょうか。主人公変わるんだね。ねえ、ムチムチお姉ちゃん出てきました。妹を探してたんだね、この人ね。はい、とりあえず武器はどんな感じ。操作方法はなんとなく一緒っぽいね。はい、これ何持ってんの。杖、鎌っぽいね。じゃあ行ってみましょうか。とりあえずね、わかんないから。まさかこの人かと思わなかったね。私は誰ってやつだね。ここはどこみたいなね。はい、行きましょう。どうぞ行ってください。いきなりでもさ、キャラが変わると怖いよね、操作方法とかね。お、なんかあれ、竜はやぶさより強い、もしかして。やりやすい。何それ、なんか飛び道具。はい、なかなかいいじゃん。こう普段もこの格好で歩いてんのかな、この人ね。目立つよね。せめてコートぐらい羽織んないと。お、宝物見け、これいただいていきましょう。はいはい、黎明薬。道は全く分かんないからね、とりあえず行けるとこ行って。これあれかな、アクション的にも忍者ジャンプとかそういうのは一緒なのかな。お、なんかあった。あ、ローディングね。はい、総員前広場。まあ難しいことに変わりはないだろうから、頑張ってね、死なないように。はい、来てきた、撃ってるやつ。使えるじゃん、戦闘で。何今の、あれ、ここ見たことあるんだけど、このマップね、来たことあるよね。マップ自体は一緒なのか、前来たとこと。違うかな。いいね、弾き飛ばしが蹴る。危ない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 。これ絶対的に竜さんより強いかも。道具、あ、総員の鍵あったね、これだ。いきなり見つけた鍵。ってことはお寺に行っていいんじゃない、もう。ここじゃない、お寺っぽい入り口あったっけ。これ何これ。はい、ウォーハンマー。あ、これハンマーなんだ。なるほどね、かっこいい。ただお金はないからね。ああ、技とかね、なんかあんのかね。なんかライフゲージも違うよね、竜はやぶさと。絵がね、これが前の日、これじゃないの。ほら、敵出てきたし、合ってるかも。いや、ノックバックするだけで嬉しいね。そうか、この人魔物ハンターだからね、魔人ハンターだって。忍者相手よりも怪物相手の方が得意なはず。でもやってる人は本人変わってないからね、スカイ君だから。結構きついね、ため攻撃はダメなのかな、やっぱり。お、いけた。あれ、首取れていって倒したってこと。はいはいはい、一人ずつやりましょう。おお、かっこいい、何それ。いいじゃん、
強いねこの武器ね。武器というかキャラ性能がいいね。はい、早速開けた鍵進んだってことね。お、なんかある。あ、スープある。ラッキー。セーブしましょう。セーブポイントの近くにこの敵が湧くのが怖いね。普通のゲームじゃありえないんだけどね。変身してる間に攻撃されるぐらいの感じだからね。そういうことなんだ。後ろ操作方法は分かってないからね、まだね。でもまだ死んでない、今日は。出た。残念。さっきから減ってるようで減ってないし。はいはい、ガード。このゲームは本当すごいね。爽快感がゼロってやつね。まだ弱いからしょうがないのかな。宝物1個。何これ。忍者の死体。なんか持ってる。いただきました。黎明薬。あ、これが黎明薬か。じゃあさっきの黎明戦薬とかそんな感じ。ちょっと前に拾ったやつね。これだよね。はいはいはい。ここにも武器屋がある。ただお金はないから何も買えない。薬買っとく。あれ、黎明薬値段安くなってない？何、女の子だから割引とかあんの。500円じゃなかったっけ、流派やぶさ。違ったっけ。いけんのかな、これは。ジャンプアクションで。違うね、やっぱ忍者じゃないからいけないのか。扉行けいいんじゃん、これ。扉じゃないの、柄か。階段のこっち側に飛べば普通に届かない。それドアじゃないでしょ。まあ僕もドアに見えたけどね。こっち側も見てね。スカイ君がまめにセーブするゲームこれぐらいだね、今のとこね。はい、行ったよ。行きました、行きました。これじゃあせっかく竜はやぶさの武器強くしたけど、今回の話は使えないってことね。はい、黎明薬。礼拝堂まで来た。忍者より強いよね、多分この敵がね。そんな気がする。危ない。今日は何回死ぬかな。結構死ぬからね、このゲームも。危ない、レイチェルさん。空中にいるときは無敵とかそういうことあんのかな。武器ゴリ押しが効かないからな、このゲーム。ナイス。今ね、いいね。さて、左に宝箱。結構出るね、やっぱ女の方だからサービスあるんだね、少しね。これはドアね。はい、これもドアね。はい、資料室。妹は資料室にはいないよね。あ、忍者来た。忍者、忍者。来た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 。よかったよかった、忍者がいる。忍者回転だからね。忍者来ないと回転すらならないから。やばい、やっぱ忍者強い、速いから。3人いるし、まだ振り返れてないし。
危ない危ない。ああ一回目行きました。一回目はい、ま、戻ってまいりました。資料室、ごめん噛んだいきなり噛んだ。戻った瞬間噛んだ。いけるか。2回目のチャレンジになります。ノーダメやってみたいあ、今のいいじゃん、強いじゃん、その攻撃。それそれそれ、みんなそれできない。来てる。お、かっこいい。今威力があるんだな、まだ。これね、それかこのゲームも死んだり優しくなるとか、そんなことある。それ最強。いけた。なんか壁に絵がある。これ何、今どこどこ。あ、なんかお宝ある。お、欲しいね、それ。どうやったのそれ。うん、それで持ってこれそうだけどね掴んでね、パッとね。どっか行って開けんでしょうね、どうね。まさかそれで登ってワイヤーアクションってことじゃないよね。そんな気がするね。でもね、あ、上にやってみたいの。上向かないじゃん。頑張って。多分違うと思うけど、頑張って違うと思うけどこの絵が出てたから絵じゃないの。絵調べてみればいいの。絶対上だよね。でもね、絵的に上。それしかジャンプできないのもね。今シャンデリア乗ってどっか移動かなとも思ったけど、それね、なんか乗れそうだよね、シャンデリア。はい、わかんない。ほら乗りたくなるのはわかる。行く方法がないね。もうね、絶対それだからさっき出たんだもん、ちょこっと。そのえっていうのなんですか。どうしても上行きたがってるけど、触って調べてよ、それ。もう嫌だ、20分もこんなこと同じことしかしてない触ってみん、絶対それだと思うよ、これ。ほら、来たじゃんこんな簡単だった。混沌が全てを支配した時代、全ての古代氏族の血は混ざり合い、その形質が魔人へと受け継がれている。掃除の姉妹神、破壊の神ニケ、そして創造の神イシュタロス、彼らの形質は新たな魔人族の覚醒を誘う。魔人として覚醒せし魂は死をもってのみ解放される。死をもってのみ。行こう。ん？どういうこと？ね、これで終わりなの？何これ、ほとんど迷子で出せないじゃん今日まあいや、じゃあ今日終わりましたね、チャプターね。了解です。じゃあまた次回お送りしますのでよろしくお願いします。ちょっと見てみようか、どんな感じか。次短かったからね。はいはい、チャプター6、魔人の街。今日やんないですけどね。魔人という奇妙な生物、そして魔人ハンターレイチェル。読めなかった。あ、今度は竜ハヤブサに戻った。よかった。
はい、道奥中期教の足取りをたどるなら道奥寺院こそ、あ、さっき言ったとこね。はい、羽場所を渡ればそこ行けるってよ。了解。じゃあもう次回行きましょう、それ。よかった。じゃあとりあえずね、今日はここまでで、また次回お送りしますのでよろしくお願いします。ごめんなさい、迷子なので多分出せません。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。